インターリーグタイガース、パドレス、2024年9月5日サンディエゴ。タイガースの前田健太投手、36が5日、日本時間6日、敵地でのパドレス戦で6回途中から2番手で登板。1回3分の2を無安打無失点と完璧救援した。0対3の6回1し1塁で先発マイズの後を継いでマウンドへ。クロネンワースを三者比に打ち取ると、 2回に本塁打を放っているボガーツも3ゴロに仕留めた。イニングをまたいだ7回はメリルを2ゴロに打ち取ると、ディアスを言うゴロ、最後はマッコイを空振り三振に仕留め、相手に流れを渡さなかった。前回登板した8月28日、同29日のエンゼルス戦は4回3分の1を4アンダに失点、自責ゼロと高級演し今季3勝目をつかんだ。 6月中旬から休援に転校したが、先発時同様に中後、6日の登板間隔でロングイニングを任されており、投げる日も決まっていてルーティンは先発の時と同じと語っている。